科学アドベンチャーシリーズカオス、チャイルド、カオスチャイルドは 5PB より2014年12月18日に発売された Xbox One 用ゲームソフト。公式略称はカオジャ。タイトルロゴにはカオスチャイルドと小文字が使用されているが、公式テキストではカオスチャイルドとすべて大文字表記される。2015年6月25日にプレイステーション四4。 プレイステーション3、プレイステーションビータ用ゲームソフトの3機種でも発売された。同年3月31日より、プレイステーションストアにて、無料体験版、カオスチャイルド404ロットファウンドが配信されている。2015年12月29日に、Windows 版の発売決定、そしてアニメ化企画進行中であることが発表された。 Windows 版は2016年4月28日に発売。2017年1月11日より ATX 東京 MX 他にてテレビアニメ放送開始。2017年1月31日にモバイル向け iOS 版が2017年5月28日には Android 版が配信開始された。2017年3月30日には PlayStation。 4. プレイステーションビータ用ゲームソフトとしてファンディスクカオスチャイルドラブチュチュが発売された科学アドベンチャーシリーズ第4弾同シリーズ第1作カオスヘッドノアの設定を引き継ぐ後継作にあたるこれは原作者のシクラチヨマルが以前からカオスヘッドノアの設定をもっと活用したいと考えていたことによるものだが作品名を カオスヘッドのアニットすると、新規ユーザーにとってハードルが高くなってしまうことから、前作の名前の一部のみを引き継いでいる。舞台となるのは、同じ渋谷の街だが、前作から6年が経過した2015年の出来事と設定されており、前作終盤で発生した大地震によって荒廃した街並みは概ね復興を遂げている。またその復興作業によりシリーズ第3作。 ロボティクスノーツで語られた15年クラッシュの被害も最小限となっている。テーマは心への侵食。主人公やプレイヤーの期待を次々と裏切っていくことによってじわじわと恐怖が滲み出るような作品を試行している。作品のイメージの原点は力士シールであり本作のトレードマークにもなっている。システム面では前作にあったどのような妄想をするかによって 物語が分岐する妄想トリガーを継承しているが画面の切り替えを排してよりシームレスな演出になっている。また、欧米の刑事ドラマに見られるようなコルクボード状の地図に貼り付けた資料を糸で結ぶことによる情報整理が進行の鍵を握っている新システムマッピングトリガーが搭載されている。2015年渋谷6年前に起きた大災害 渋谷自身から復興された町に新設された私立高校平気友学園に通う青年宮城卓めは自身が設立した新聞部の活動の一環としてニュージェネレーションの狂気の再来と称される連続殺人事件を追っていた情報強者を自称する拓止めは持ち前の好奇心と行動力そして周囲の手助けや偶然もあり とうとう事件の第一発見者となることが叶う。真相の究明をすることで、自身の有能さを知らしめることができると考えた、卓留めは、義理の姉を自称するクルスノの生死も聞かず、幼馴染のオノエセリカや、親友の伊藤真二と共に動くこととなる。やがてそれは、渋谷に生きるすべての人々を巻き込む狂気となって、卓留めに襲いかかり、 タク止めもまた、自身の過去と向き合うこととなっていく。カオスヘッドノアから登場する用語は、当該校も参照。2017年1月より3月まで、東京 MX 他にて放送された。監督、シリーズ構成は、ジンボーマサと、アニメーション制作は、シルバーリンク。初回放送は1時間スペシャルで、前半の、大令和は6年前の事件。 ニュージェネを紹介するための前作カオスヘッドのダイジェストとなっている。最終話の最後には未放送エピソードとなるカオスチャイルドサイレントスカイの制作が発表され、同年6月17日よりイベント上映され、同9月29日に ATX で前後編として放送された。上映時の興行収入は600万円。 ニコニコ生放送では各キャラクターの前後編でサウンドドラマを展開。前編のアンケートでポジティブかネガティブかを集計し、多い方のルートを後編として流す。カオス、チャイルドムー、ソーラジオは、2016年12月20日から2017年4月25日まで、楽天、FM 内をたりすぎて、火曜23時30分にライブストリーミング、配信された番組。また、 YouTube では、翌週にアーカイブ配信が行われた。メインパーソナリティはクルスの役のブリドカットセーラエミ。ストーリーやグラフィックをはじめ、開発スタッフ協力の解説などを掲載した公式資料集。藤井サンダの著によるゲームのノベライズ、妄想科学 ADV カオスチャイルドとある情弱の記録が電撃ゲーム文庫にて2015年12月10日に発売。また、 梅原栄治によるノベライズカオス・チャイルド・チルドレン S リバイブマイナスが講段社らのベ文庫にて2017年3月31日に発売。レルシーの作画によるゲームのコミカライズが電撃ジーズコミックにて2016年2月号から2018年4月号まで連載。また、遠心不通作画によるスピンオフ漫画カオス・チャイルド・チルドレンズ・コラプスが 月刊少年シリウスにて2016年10月号から2017年9月号まで連載され、2017年7月5日からは水曜日のシリウスで2018年11月28日まで連載した。ありがとうございます。